はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガイデさんちへようこそ。もう最近ね、5月のように暖かくなって、まあびっくりしております。でですね、まあブログで、1年前の、まあ、3月くらいにこういう記事を出してましたよっていうのを見かけまして、でちょうどその時期って、まあ SMAP が解散して2年ぐらいか、1年半から2年ぐらいの間なんだったと思うんだけど、ちょうどね、その時に土曜日の久本雅美さんがやっている、まあ、番組、トーク番組で、武田鉄矢さんが出ていらっしゃったんですよね。で、まあその武田鉄矢さんの、まあほんのちょっとしか、まあ見ていなかったんですけども、なんかやっぱりあの金八先生って必ずジャニーズ事務所の、まあ、メンバーが必ず1人か2人入っていたり、しかも主要メンバーとして出ていたりとかね、風間くんなんかも問題ありの生徒をやっていたりとか、していて、あと上戸彩さんがね、性同一性障害の役をやって、ちょっと難しい話をいろいろとお話ししてた時がありましたね。まあその時の時代によって話題が違ったりとかするでしょうけど、でその時に、初期の頃、近藤正彦さんが出ていた時に、SMAPがまだデビュー前か、デビューしてしばらくぐらいの時に、まあ付き人っていうのかな、まあ先輩のその仕事を見なさいよみたいな感じで現場でいたらしいんですよね。で、まあ近藤正彦さんだったり、他の生徒役の人で、金八先生もそのスタジオ、まあそのシーンが終わってスタジオから出ると、SMAPのメンバーがね、全員その廊下で待ってて、お疲れ様でしたみたいな感じで言ってたんだって、整列してね。でそれを見て、あ、俺もジャニーズに入ったんだみたいな感じでさ、すごく気持ちよくて、嬉しかったわーっていう話を言っていたんですよね。まあその時も結構ジャニーズのことをちょっと悪く言うのもそうだし、 SMAP の話をするのもね、はばかれるというか、まあ話す方もちょっとビクビクしていた部分があったりとかするじゃないですか。ちょうどその時期だったから、まあたまたまね、その時はそのスタッフさんがそのカットし忘れて放送しちゃったのか、まあスタッフさんもそうだし、もうプロデューサーの人とかもね、そのジャニーズに対してその気を使わなくなったのか、まあね、武田鉄矢さんにちょっと忖度をしたのか、まあその武田鉄矢さん自身がこのシーンは絶対使えよって脅しに似たね文句を言われたのか、まあわかんないけども、なんかその時に久方ぶりにね、その SMAP のメンバー
の話を聞けて嬉しかったわっていうブログがあったんですよね。うん、まあ確かに言いづらい時期ではあったよね、2年目ぐらいって。うん、話してもいいんだけど、すごくなんかぼやかしていったりだとか、その相性もそうだし、そのイニシャルで言ったりとかね、なんか変に気を使って喋んないようにしてるっていうような感じでしたね、その1年前とか1年半前ぐらいって。だからね、びっくりしたね、その時ね。皆さんどうだったでしょうか。まあ武田鉄矢さんに限らずなんだけど、その久方ぶりにこの、まあ、最近ではなく、まあ1年前とかにちょっと言えない状況の時に、そのスマップの話だったり、まあ地図、新しい地図の方のメンバーの話が聞きたいとすると、ちょっと嬉しかったりしますよね。しかもその中井くん、木村くん側って言ったらおかしいけども、そっちの方じゃないその五郎ちゃんだったり草薙くんだったり慎吾ちゃんの方と共演が濃い人たちのその発言っていうか、ブログだったりもそうなんだけど、まあファンにとってはちょっと嬉しいよね。まあファンの中でもちょっと二極化してる部分もあると思うけどね。まあ皆さんどうでしょうか。ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。